日本財団が進める海と日本プロジェクトでは、海ごみゼロアワードを開催。海洋ごみ対策に関して全国から優れたモデルとなるような取り組みを募集選定し、深刻化する海洋ごみ対策の日本の取り組みを世界に発信します。豊岡市にやってきました。今回はここで海ごみを回収しリサイクルを行う高校の活動をご紹介します。海ごみのリサイクル活動を行っているのは県立豊岡総合高校インタアクトクラブの皆さん。山陰海岸ジオパークの景観を守るため2012年3月から市内の海岸で清掃活動を行い、海ごみを回収してきました。現在ではプラスチック部位をプランターにリサイクルする活動を行っています。顧問の岩本先生にお話を聞きました。海ごみを回収しそれをリサイクルしようと思ったきっかけをお聞かせください。はい、海ごみの中でも部位は硬質プラスチックといって非常にちょっと厄介なもので、行政もそれに手をあぐねてまして、何かいいアイデアないかなって高校生と相談したら、これをプランターにできたらいいよねっていう話が出てきました。でそれを単に発してプランターを作って切って土を入れて花を入れてプランターを作ってみようということが最初のリサイクルの始まりでした。電動ノコギリやドリル、ヤスリなどを使い形を整えた後、季節の花を植えてプランターオム君の誕生です。こうオム君っていうのを聞いたんですけど、その名前の由来とかってこの周辺で、このカエル玉っていう風にこの、これが呼ばれていて、人々を迎えるから迎えるあ、なるほど。この活動をしていって、なんか考えとか変わったことってありますか？そうですね、よくゴミ拾いとか、町のゴミ拾いをするので、自分から捨てることは絶対にしないでおこうというふうに思います。完成したプランターオム君は、豊岡市役所のほかに商店街、観光案内所などに設置されています。海ごみゼロアワードの応募の動機と意気込みをぜひお聞かせください。はい、やっぱり海のごみがないっていうのは、海水浴でもきれいにお客さんに泳いでもらったり、あるいは漁業の方も喜んでおられると、そういったいろんな方々のためになればなという活動を始めて、それをいろんな方々に広げていきたいと、啓発したいなという思いでこれに応募していました。海と日本